はい、このレースはスタートからちょっとね、いい見せ場がありましたね。3番と4番見ててください。天海選手、4番の瓜生選手がスタート取りに行きたかったんですよね。ここなんですけども、ここうまいんですよね。このまま誘導に追いかけてしまうと瓜生選手が入ってしまうので、戻してください。このまま3番が追いかけてしまうと、スタートが取れたと思って3番が誘導に追いかけると、瓜生選手が真後ろに入っちゃうんですよ、今の時点で。だけどそれはしたくないんですよね。真後ろに瓜生選手入れたくないので、わざと天海選手のスピードを緩めて1番を越させて瓜生選手を後方に置いたんですよね。このスタートの取り方の技術がこの天海選手のいいところだと思うんですよ。天海選手は瓜生選手を見てないといけないし、先行選手は8番の望月選手は木村選手を見てなければいけないので、お互いやっぱり自分と同じ戦法をする相手を見てなければいけないんですよね。なので天海選手は瓜生選手と離れた位置でいないと勝ち目が勝機がないので、真後ろにいられるとやっぱり仕掛けちゃうと抜かれちゃいますからね。スタートでここは天海選手が非常にうまいレースをまずね操ったのかなと私は思いますね。3番5番のラインの関東勢の後ろに1番の木村選手が入ることになりましたね。なので木村選手は前から2番目をうまく入れたと思うんですよね。なのでうまいかましどころができたのかなとこのレースは思います。そして前から3番目のラインですね、地元の望月選手と大西選手ですね。ここは南関東のラインです。これは瓜生選手が仕掛けていったところを叩けばいいなという展開ですよね。こうなってくるとスタートを取りに行って、取れなかった瓜生選手が後方に下がってしまうので、まず瓜生選手が抑えに行かなければいけません。そうなってくると、天海選手が、展開予想の時に私だったら突っ張りますって言ったんですけども、天海選手も同じことしますよね。なのでレースの作り方は非常に、最初の方はね、天海選手は非常にいいレースしたと思います。あとは瓜生選手の気持ちの強さですよね。そこで展開がまた変わってきたんですけども、残り2周の赤番で、これは瓜生選手が抑えきますよね、当然ね。そうなってくるとそこに8番の望月選手もかましたいからついてきますね。ここで、天海選手一回ここで瓜生選手を突っ張りますね。で中田選手もそこにね、力を貸して、ちょっとね、体を当てて後方に下げます。ここからが瓜生選手の気持ちの強いところなんですよね。間に挟まってね、ちょっと危なかったんですけども、一回後ろに下がって、天海選手はこれがされたくなかったんですよね。真後ろに瓜生選手置きたくなかったんですよね。そうなってしまうと瓜生選手さばきがいいですから、やっぱこうなってしまうので、ここは瓜生選手が気持ちで展開を変えたのかなと思います。天海選手がもう少し気持ちが強ければ4番をどかして天海選手がまくりいったと思うんですよね。なのでやっぱりここは、その時の気持ちの強さが出たのかなと思うんですけども、ここからは7番見ててください。瓜生選手から少し離れたんですけども、もうここではね踏むのやめてるんですよ。で後ろを見ながら瓜生選手とワンツー決めたいなっていう形でゴールしてるので、やはりここは、この塚本選手の縦足が初日は光ったなと思いますね。これはチェックしておきたいですよね。